孫一人やって見ろやな、はい、お前が喋りかけてくるからやろ今。いや、そこやそこ、そこやな。すげえ、すげえよ。いや、これでこの前に立ちたくないんやけど。うっ、じゃあ、ほら、俺ばっか見てんじゃねえぞ、いや、いや、いや、僕の名前はジョ。GTR 旅行会社、 GTR 上一郎トラベルレンタカー旅行会社CD ショップ行きたいんですけど、あの人がたくさんいた時にすぐ気づかれるんで、変装ですよ。もう二人は大スターですのでバレないように。今から山中行くって言ってんのにさ、なんで途中の景色見んの。もういいよ、俺ここで降りる大丈夫到着した場所が、思い出が1ミリもないところでした六甲山というかマヤさんや。普段夜来てるから分からんの。いや、そうそうそう、日中来てへんから余計やねん、うん、でもさすがに3人とも思ったやろ、あのさっきのとこ着いた時に。さっき着いた時はびっくりしたってバス停もあったし、思ってた景色とちゃってなったやろ、うん、なった。でもなんか俺の中ではあんま、でもここでもいいかと思ったもんここを思い出にしようと思った。あかんって、あかんって、そんな無理やり無理やりは無理やって。懐かしいとか言って、てかここ3人は大学生活を経験した3人よな。そうよ、しっかりな、ちゃんと大学生だって。メンバーでもさ、俺だけはもう大学卒業してんの。あ、そう、みんな高校卒業して、まあ、まあ人間とかやから。そっか、俺でもともとジョーと同じ大学勤めてんな。え、ジョーと同じ大学勤めてん。お前これ一人やって見ろやな、お前が喋りかけてくるからやろ今もうお前ちょっと、お前だから何を見て運転してんねん。だからもう前しか見てないんか、お前イノシシと同じじゃないか。ちょっとつまわしいリチャ、酔ってない、酔ってる大丈夫リチャ、ちょっと多い、うにゃ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 多いな。いや、これでもほんまに普段より倍うにゃにゃしてるからさいや、いいんちゃう。わあ、大きいカーブ気持ち悪いですりちゃん、吐きそうになる手前で言ってな、うん、これめっちゃおもろいけど、りちゃん着いたらバリ吐いとったら。でもこれさ、もうしゃあないや、山道やから。いや、これはでも運転技術やからな。分かった、じゃあもうめっちゃ丁寧に行ったのか。いや、もう今更あと 200m やねん。いや、もうあとめっちゃ丁寧に行ったら、もう遅いから、もうめっちゃ丁寧に行ったら、このカーブとか。いやいや、え、曲がってんのっていうぐらいあ、ここ止める、この辺やんの、うんうん、ここ止めようか。少々ありません。さあ、到着しました。ありがとうございました。よかったな、無事到着してさっきは思い出も思い出のかけらもない山について、ほんま、ただの山についただけやったからな、うん、ちょっとジョーが道間違えてすみません。じゃあこいつっすよ、こっちあって。普通に一回下り寄ったんで、こいつ。じゃあそれに対して誰も気づかん、お前ら二人ともどう考えてしてるやろ、それ何着いたから三人とも、え、こんなくれちゃうなってなってん。マジで見たことないとこやったもん。賞味今何パーセントぐらい、ここ合ってんの。この景色だけ見て、うん、20。おい、いや、でも分からん、こっから歩いていって思い出す。いや、この景色覚えてへんやろ、だってリアルに俺でも40ぐらいはあんで。え、この人じゃ覚えてる。覚えてない俺覚えてへんもん、この人。ちょ、行きますか。よっしゃ、こっから結構歩くんかな、どうやろ。え、また変えたんで菊生台。え、俺とと、え、と、え、どこ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 、え、現在地。そう、いや、菊生だ。でもさ、すぐちゃう。うん、いや、そんなめっちゃ遠いことないと思うんだけど。うん、マジでいいぐらいなんじゃん、タイミング。タイミング、いや、カボ、日没やろ。うん、ちょっと気分悪い、俺これさ、マジで何なの運転俺1時間運転しててありがとうの一言もないねんで。いやいやいや、ほんで、ちょっと歩いたらありがとうやありがたいんだけど、普通にだって1時間運転せんでええとこで、お前が勝手に1時間だから、お前ええってもうもうええってこれでよ、着いた時にちょ、どうする、一回もう間違えてるわけやんか、うん、で、ここも間違えてた場合さ、結構やばいやん。いや、もうもうそうなった場合はそこが思い出にしようもう3人で話つなげよう。オッケー、うわ、ここここみたいなこの自販機でさ、そうそうそう、あの自販機変わってんのかな、どうなんやろ。どうなんやろ、アップルシナモンティーあったらエモない、あったらエモいな。結構この話してるやん。してるしてるしてる。
でもで、いやもうアップルシナモンティーだけは残したいんですって会議で。でもごめんやけど、今の今までマヤさんとは言ってない、ロコさんやと思ってるから。それで言ったらさ、俺らのさグループラインあるやん、3人の、うん、あれチームロッコもちゃうからな、チームマヤやから。だとしたらもうその段階で、あれは道が裏ロッコなだけであって あれはな、俺こう動いてる、うわ合ってる合ってる合ってる、そうこれ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 合ってるやん、ここ絶対通行止めやねんな、ここ。そう、あ、合ってるわ、そう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 、ここやここ。あ、よかったよかった、もうこれでなんか確信できたわ、うん、合ってるっていうことに。今 80% ぐらいまで来た、うん、お、あ、そうか、ここやこれやわ、ここや。あそこのトイレバカ怖かった、ね、めちゃくちゃ夜ここのトイレえぐいぐらい怖かった思い出あるわ。そうそうそう、懐かしい。この階段もめちゃくちゃ覚えてるわ、うん、来た来た、もうこれ 99% ぐらい。いやもう間違いない、俺はもうほぼ100やと思ってるけど。りーちゃん何パー？俺もう100超えてんで。どういうこと、それ。何だ、100超えてんの。100超えてるって。あーそう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 、いやこうすごいユースが分かる時こんな感じなんや。あー、うわ懐かしい。え、自販機あっちの方やもんな。そうやな、自販機あっちで買った気するな。自販機やろう。あれ自販機後で行く、後で行こう、うん、ここや、これですよ、これ。めちゃくちゃ景色やば。ちょっとじゃあ写真撮ります。はい、チーズ。あ、入ってへんで俺それ。え、それ一番。二人になってたんですよ。そう。そうじゃないよ。もう絶対それ使わないよ。お前。これでいこうかなと思ってるんですけど俺。な、え、三人ずつ使えよって。変やん、二人。ギリな。ギリ。俺がはみられてるみたいになるからそれ。ちょっと自販機の方行ってみる。もうちょっとなんかこうなってなかった。そう、あっちじゃなくて、そうだからあっちやっけ、あっちなのかな。そう、あっち行ってみよう、あとで。あ、ロープウェイで来れんねや、だから車ない人でもロープウェイとかで来れんねや。だからこれロープウェイ乗るとこ早いんじゃん、やっぱり車は。ジョーが、ジョーが、ジョーの下町合わせ、ほんまに下町合わせで、だから自分でさ、人として良くない行動をさ、撮るのやめた方がええで。もう3人で来て2人ロープウェイで帰るって。お前が写真はめるからやろ。いや、あの自販機は覚えてるわ。めっちゃ寒かったもんな、あの時。寒かったないか、さすがに時期的にもな。そやな、でだいぶ変わってるな、もう新しくなってるもんな。ほんまやな、アップルシナモンティーだけどちょっと変わったかな、リンゴ三兄弟になった。リンゴ三兄弟になってるわ。いやいやいや、あれの代わりじゃないと思うね、これしかも。アップルだけ残ったかな、リンゴが三兄弟になりました。全然違うと思うけど。あ、ないか、アップルシナモンティー。そう、でもここで買ってたのよ、シンプルに。ちょっと俺コンポタ飲むわ。リチャコンポタ飲んでたんちゃうっていうか、その時あったかい飲み物で。ちゃう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 。何やねんお前、キモいって何やねん。ちょちょ、俺でっかいカブトムシ取れてると思った。マジで今ちょ、何がしたかって。ちょ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 、何がしたかってよお前。ちょっとお手洗い行きたいなと思って、で、肩にこれかけていこうかな思って、そしたらまさかのそんなビビると。いや、マジ俺でっかいカブトムシ取れたことないよ、俺めっちゃ気持ち悪かった。ちょ、何の早かったもん。懐かしい。ほんまこんな感じだったな、来てた時も。しょうもないことで。ここ座ったくない、ここや。いや、ここや。そこやな、そこやな、そこの椅子や。あ、ここか、ここや。座ったわ、ここのベンチ、ここ座った。ここ座ってたな、ここ座ったわ。あれ懐かしいな。そう、俺のずっと残ってる景色、この角度。ちぇ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 、今いいエモいとこやねん。ごめん、虫が、エモさに虫。虫が。ここ来る道中にジョーが財布なくしたんやな。そう、俺のハイブランドの財布、うん、買って2ヶ月ガソリンスタンドでな。ガソリンスタンドなくして、その後めっちゃテンション下がったもんな。え、何けど。で、免許証もなくして、それで交番てか再発行取りに行って、うん、でそれの取りに行く道中に家の鍵なくして、うん、たまったもんちゃうな。そう、だって待って、これほんまはこんな景色らしいで。
マジで綺麗かったもんな。そうで、いやよかったな。よかったよかった、無事ちゃんとこっちにたどり着けてよかったマジで。マジであっちやったらほんまに何も言うことなかった。あっちってどこだ。もうちょっとあっちの方やな。やんの、ちょっと違う、全然ちゃうとこやったな。菊生台のなんかあそこあったで。あった？おっとっと、いたみたいな。あ、あれあれあれ、それ、ああこれ標高690やって。いいやん。よさーい、チーズ。ありがとうございます。はい、それでは運転行動大丈夫し運転ぐじゅぐじゅぐじゅ、はい、いきまーす。ぐじゅぐじゅぐじゅ、お願いします。さあ、お願いします。はい、え、これでこっからどこ向かうんすか。こっからですか、はい、とりあえず駅の方に向かいます。3の2の戻るってことですか。はい、いや、なんか3人松竹座から始まってドライブして三宮まで行って買い物して、で山登って思い出の、はい、次はおい、ちょっとしおり見るわ。しおり何も書いてへんかったから見てる意味ないって。まず1、大阪松竹座合流したやろ、で JTR 移動車で三宮行く、この丸々2つ。あ、それ三宮行くやったんや。そうで、次丸々で丸々。はい、丸々で丸々なんすか。3人で山へっていうクラン。はいはいはい。で次が○○○○○○○。もう全く分からないやつですね。すすぎて分からないやつな。何かがね。三宮で解散ビッグマック。お、待ってんちゃう。ってこと？いや残念、次未定っていうのもあるんで解散しません。解散せんといて。未定っていうプランなんな。さっき僕はオリックスショップで買いましたよね、服。買ってましたね。買ってましたね。で、お二人にも買いましたよね。買ってどこ行くって言いました。あ、CD ショップですか。そうですよ、CD ショップに行くわけですよ。確かにまだ行ってなかったな。CD ショップ。はい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 。で行って、まあちょっと。ついてから、うん、まあ、お着替えできるところだけしてもらって、はい、まあこうバレないように行こうかなと、うん、なるほど。でも自分のそのやっぱ地元に自分の CD が並んでるっていう感慨深さがあるよね。お腹すいた。腹減ったな。なんで腹減った。食べたいの言っていこう。その焼肉とかじゃなくてタンとかできるだけ詳しく。そう、俺から行くで。エビチリ中華。ストップ。何？え、中華やなと思って。え、あかんの？でも中華食いたいやなと思って。だからもう違う違う、中華食べたいんだって。エビチリが食べたい。チリが食べたい。そう、次リチャ。リチャな。はい。アスパラの天ぷら。馬肉。一巡目で馬肉。いやいや。しかも馬肉でもさ、あるやん。馬刺し。そう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 。詳しく言ってや。馬刺し、馬刺し。どこの？そこまで言わんで言うてんやん。熊本さん、熊本さんで英語。俺らが言ったのはまやさん。次2巡目ね。何やかな。エビチャーハン。エビめっちゃ食いたい。めちゃくちゃ中華食いたいやん。俺あいつのだからエビが食べたいの。中華食いたいやん。エビ食いたいし。リチャーはい、中華やん。カルビ。納豆。納豆。今自分が頼んだやつ分かってる？馬刺しと納豆やで。ええやんか、何が分かんねん。お前だってエビチリとエビチャーハンやん。エビばっかやんけ。いいよ、エビ食べたい。エビシューマイ。エビ食べたい。中華やん。だからエビ食べたいね。じゃあ中華や、もう中華行けやほならもう。中華やなんか全部。なんか暇やから誰かに電話しよう。誰にする？俺ら3人といえば誰？なんか共通の人。ルイチ君。ああね、あかんのかな。これリュウタ君ならヤラ君ってなれるの。ヤラ君ちゃうもんな。まあそうか。リュウタ君何してんねやろ。今してみ。今なんかやってるっけ舞台。今ショックのリハちゃう。ああ、出るんしょリュウタ君大阪。言ってたの。あの名前にリュウがつく人が出る あれな。ね、でも第一声目。はい。はい、いいか。寝てるんかな。7時。
か。今やわ。今や。電話してみようか。うん、してんやろ。はい。え？もしもし。もしもし。どうしたの？今何してんの？今日今さっき家着いたばっか。今日今さっき家着いたばっか。え？今な、うん、俺とリチャードと末澤で、うん、YouTube 撮ってて、うん、兵庫来てんねん。あ、そうなんや。兵庫？そう。今ちょっと東京おるな。あ、ごめん、誘ってない。合流する気満々やった今。ごめん、誘ってないわ。めっちゃウケてる。めっちゃウケてるやん。そっか、まあ楽しんでな、じゃあ。あ、じゃあまだ終わってない。全然噛み合えへんな。今日夜ご飯何食べた方がいい？兵庫やろ。兵庫。兵庫やろ。兵庫。あ、兵庫。めっちゃ美味しい。もうこいつあかんわ。兵庫しかいないかも。兵庫やろ。めちゃくちゃ兵庫言ってた。兵庫やろ。食われてた。怖っ怖っ。その後メッセージで兵庫やろって来た。怖い怖い怖い。電話切って多いとかじゃないじゃんって。そっからトークで続けてきた。さすがやな大地ほんま。リチャ普段どうしてるん？ご飯。お腹すいた。え？ご飯自炊するん？自炊もする。作るん？マジでも自分で作るときはもう焼く煮るぐらい。何焼くん？聞かせ。得意料理は？ホイコーロー。おい、中華やん。中華食べたよ。なんかパスタ食いたい。パスタ、うん、パスタ。何パスタ？せーのでいいわ。せーの、カルボナーラ。え、カルボナーラ誰？カルボナーラ、タラコ。あ、タラコ。カルボナーラ、タラボナーラ、タラボナーラ。聞いたことない、タラボナーラ。いいや、聞いたことなかったら作っちゃうぞ俺まで。セザンチでいいんじゃん。あ、なしなしなし。セザンチってさ、うん、撮影 OK？ あ、なわけないやん。どこまで、うん、どこまでもなし、どこまでもなし。それなんか言ってたな、この前 YouTube でも。オレンジ言ったらみたいなこと。なんか言ってた。あかんからな、オレンジ。なんでだ、なんかそこまで言うんやったら汚なるやん。いやいや、もう俺のおかんも出過ぎてんねん、お前のせいで。俺もおかんに言ったから、ジョーの電話出んといてって。なんでのーって。帰ってきたよ、三宮。帰ってきましたね。 Thank you。 ありがとう。はいよ。さあ、ということで変装できました。目立つて、目立つ。逆に目立つわ、マジで。おん、え、こんな人。いや、でも正座って分からへん。いや、分かるよ、全然大丈夫。で、トランプマンですよね。あれ、トランプマンの夏祭りじゃなくて。違うな。あれ、そんな休日トランプマンじゃないですか。そんな2人おったら目立つやん。いや、でも目立つかもしれんけど、でも誰か分からへん。お前なんか普通にアイドルしてんな。 お前がバレるやん。お前も変装せえや。お前次ジョーやんけ、それ。いや、俺はジョーでもいいねん。2人がやってお前バレたらバレるって。時間ないねんって。お店あと10分で閉まっちゃうから。やばいやばい。さあ、お前がいたから行きし道間違えたから。だからそれもええって、もうそれ言わんで。ほんまに。タワレコ行ったことある？ここのお店の。ああ、いや、あるよ。お、あるけど、それ詐欺ではないよね。ない、初めて。ないね。あ、いたいたいた。お、いた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 。どこだ。お、お、お、行った、おった、おった。ほら、これ。え、すげえ。いや、もうこれでこの前に立ちたくないんやけど。すごいよ。この感じで誰よ。立ちたくない。分かれへんもん。誰よ、マジで。一応いいですか。 A グループデビューシングル A ビギニング発売中っていうのだけ。この格好で。はい、これに向かって。せーの、 A グループデビューシングル A ビギニング発売中。じゃあ売れへんくなるって。売れへんくなる。そんなんしてたら。お、なかれた。しかもてるじゃないですか。おわ、おい、あるやん。おい、もしかも女子もめちゃくちゃ。うわ、優しい。こうやって。すごい、ありがたいっすね。やっぱりこれ嬉しい。これファンの方が書いてくれたんじゃない？あ、すごい、見て。え、あ、いっぱいこうみんな書いてくれてんねや。あ、デビューメッセージ。あ、めっちゃ書いてくれてる。嬉しいね。書こう。じゃあもう書く。じゃあ何色？何が？まあ紫、小島、小島やつだからか。小島っぽく書くわ。うん、やばいって、もうバレてる。バレてるからやばいって。バレてる。やばいって。じゃバレるとかじゃないよ、もう。めっちゃ見られてるって。いや、見られてるから。変なやつおるって見られてる。見られてるから。
あそこだいたフルーテンラケストビバンバンドン、英語の歌になってる。はい、書きました書きました、はい、アイラブ神戸。おー、さすが神戸には、さすがですよ。やっぱ今日もうお似合いですよね、やっぱ。もうほんまにめちゃくちゃ恥ずかしい。ピッチャー何書いたんですか。うん、ピッチャーが来た大好き。ピッチャーが来た、俺も一応書きました。はい、何とか言いました。じゃじゃん、2024年オリックスバファローズ優勝。小島が書いた感じでもないね。はい、 CD。 え、どれ買うの。じゃあ俺もう買ったって。1枚ずつだろ、だろ買ったって、1枚買ったって。やっぱだから神戸でも買ってる方がいいんじゃない。そんなやったら自分もやで。じゃあみんな買おうや、1枚ずつちゃんと。いや、それは買おうだから、せっかくね、買おうだから、それ買おう。これこっちにする。これ初回限定版いいですね。これこっちにする。なんで、まあ、値段の決めたちゃうの。決めてないよ。え、こっちいくら。1243円。1540円。うわ、たまたまや。僕じゃあ初回限定版いいにしますわ。じゃあリチャ、これじゃあ3つ買おう。お前が全携帯、みんなで、みんなで。すいません、いいですか。すいません、なんかごめんなさい。はい、はい、はい、大丈夫です。あ、じゃあ大丈夫。いいやん。あ、全然大丈夫です。じゃあ俺がご祝儀で。おお、いいですか。いいですよ、もう買ってくださる。ありがとうございます。いいですか、はい、ジョーが買ってくれました。今日めっちゃお金使ってた。え、今日一日めっちゃお金使ってる。使ってるよ、もう新幹線倒したら7、8万使ってるわ。まあまあ、なかなかないから3人で YouTube 撮るって。確かにな。そうやね、うん、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。すいません、さあ、購入この格好で。すいません、ありがとうございました。申し訳ない。ありがとうございました。めちゃくちゃ恥ずかしいわ。うん、ほんまにこんな格好で歩いてる自分が。さあ、こちらは見てください。お、お、スノーマン。お、お、ウエスト。そしてほら、この CD の横に A グループの欄がありますよ。どうですか、スパイとウエスト、 A グループ、ストーンズ、待って、サービスジャパン。いや、嬉しい、ありがたいな。嬉しいね、こうやって。嬉しいね、これから増えていくわけですよ。ここいいな。まあ、我らが何は男子、何は男子、ありがとうございます。うわ、なんかブースでかいな、何は男子。いや、ありがとうございます。確かに、幅、幅すごいな。大丈夫、予約せんで大丈夫。あ、ほんまやな。する、アルファね。する、うん、いやいや、ネットでやっとくわ。プラスアルファ。あ、受付できるって。何を男子のアルバムとかって予約できるんですか。はい、店頭に取りに来たらいいってことですか。そうです、ね、取りに来ないとダメってことですよね。そうで、取りに来る。ちょっと待って、取りに来るんか。製造、うん、は無理やねんやろ、うん、お母さんやったらいけんじゃん。おかんに取りに来さすんか、ここに。うん、いやいやいや、いいよいいよ、ここでするよ。じゃあおかんに言っとくわ。うん、どれがおすすめなん。なんか全部です。でお前は全携帯買ってないの。そもそも俺らのやつ全携帯買ってない。買ったよ。いいにあるユニバーサル版と買ったよ。あ、でもいいよ、じゃあそんなにね買いたくないんやったら俺は買ったけど星座は買えへんっていう。あ、分かりました分かりました分かりました。じゃあ、 全携帯予約お願いします。1万1220円。すごい、これ全携帯ですか。全携帯。あ、そうですね。あ、思ったよりもっといくんかと思った、うん、ほら全然。それじゃあ予約、はい、お願いします。お願いします。いや、ちょっと分からへん、俺も母親と連携が分からへんけどな、おかんも。え、ぜあんま言いたくないけど、暇やろ。お前ふざけんなよ、お前。人のおかん、暇扱いすんな。忙しいから、おかんだって。忙しい。こちらお持ち帰りします。はい、こちらお持ち帰りします。これだ、次、お持ち帰れ。ちゃんと控えよ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。誠にありがとうございました。ありがとうございます。とんでもない。すいません、お邪魔しました。本当にありがとうございました。急遽、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、お腹すいたから。はい、ご飯食べに行きましょう。嬉しい。どこへ行くかはもうナビ売ってますので。あ、これじゃあナビ通り行けばいいってことですね。行けば大丈夫です。行ったら、あ、ここみたいな。へえ。あそこやん、じゃあ。どこへ心当たりがあった。あった。だって見てなんじゃないの。え、しおりで言ったら見てなんじゃないの。して見てやったけど、このさっきさ、何食べたいっていう話の中で、うん、え、出たやつ。出たやつ。え、中華やん、絶対アスパラかな。絶対中華やん。じゃ出たやつに行きたいと思います。中華かアスパラの天ぷらか。自分が出したやつ行っ
行くん、やばいな。いや、ジョエとアリエル俺を何だと思ってんの。カパサシ納豆納豆専門店カパサシ神戸に。カパサシ専門店か。電話ごめん、何やったってリュウタ君から来たで。あ、かける、かけてみる。うん、はいはい、もしもし、え、もしもし、リチェ、あれリチェ、リチャです。どうした、何一緒に今ジョーとセーザーと3人で YouTube 撮ってて、この後ご飯行くんですけど、この後ご飯行くんですけど来れたりします。何時ぐらい来れます。どこにおるの。西宮。西宮、西、無理やろどう考えても。え、ちなみに今どこいます。ちなみにじゃあ東京におるわ、もう今。ああ。ああってね。でも最終乗ったら、あー、間に合う、確かに、確かに最終乗ったらって無理やって、もう今かどうかよ。いやいや、ふふ来たらええやん。昔は来てくれてたけどね。確かに昔はって、お前昔来れる距離じゃないろ、これ今は無理やって、俺も東京にいるわ。染まったか。染まったらちゃうね。普通に住んでんね、今リュウタ君、どの辺住んでるん。東京のカメラ回ってるけど大丈夫。もうやめろや、お前それは言えって。カットカット絶対カット。使えるも何も、だからここは今暇でんやねんって。やめんやないやん、暇でもうええわ、ほな。じゃあまた。またね、お疲れした。バイバイ。はい、ほんまに暇でみたいな。ちゃんと付き合ってくれたし。そのナビ的にはもうあと、もうあと1、2分、もうあと630m やから、はい、正直この辺来たらもしかしてあの店かなって。いや俺なんとなくちょっと分かってるかも。おお、わかったわ。わかったわ。めっちゃわかった。懐かしいな。夏。バリ懐かしいな。これは懐かしいな。免許取り立てのここの入んのめっちゃむずいもんな。細いからな。ここね。このもう外壁で。わかったわ。ここ YouTube で来んのやば。やばいな。なんかちょっと恥ずない。なんか。ありがとう。はいよ。Thank you。 さあ、うわ懐かしい。若干懐かしいねんけど。うわうわうわ、あった、やばい、このネオンの赤。な、行きますか。すげえな。いいやん、このゆるい感じ、ええな。いいね。え、マジでさ、年にぐらいでやろうや、これ年にで。いいやろ。なんでやねん。半年に1回なんかええやん、どっか3人でどっか行くみたいな。ああね、6個は6個はもうええよ。6個ってか、マヤな。マヤ、マヤ。じゃあ今日1日 JTR にご参加いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、改めてになりますけども、はい、デビューおめでとうございます。ありがとうございます。ということで乾杯。ありがとうございます。うまめっちゃうまそうな匂いする。めっちゃうまそうやな、うん、やっぱめっちゃうまそうやん。最高やん。温玉付き、はい、もう卵潰しちゃっていいね。いいよ、じゃあベーコン目線。フォーク、お箸、あ、いいね。うわ、いいですね。ありがとうございます。適当に置いておいてください。ポテトに拍手。ミスターポテト。ありがとうございます。じゃあ、手を合わせてください。はい。いただきます。いただきます。いただきます。今日は初飯。
なんで食ってこんかったの、シンプルに。食えると思って。どこで？どっかで。いや、あなたやろ、スケジュール組んでんの。うまっ。ポテトもいただきます。うまい。いや、このアクアに YouTube 来てる感じがなんかすごいわ。なに、マジで、マジでプライベートやな。ほんまに。ジュニアの時に来てた店をデビューしてから来るって、エモいな。いや、エモいな。一、うん、日こんな3人で撮ったのバリ久しぶりちゃう？マジ久しぶりやと思う、うん。だってオフで俺らも3人で遊ぶことなかったくらい。その、なんか仕事終わりにどっか行こうぜとか。テリヤキチキン。うわー、テリヤキチキンおすすめ。ピザです。これマジうまい。マルフォルムのタートパスタです。はい、あ、置いていてください。来ました、カルボナーラ来ました。最高やね。カルボナーラ、そしてもう一個がタラコパスタ。海苔すごい。ちょ、ピザ、ピザいっていい？いいよ。ありがとうございます。うわ、うまっ。うまいわ。早く食った方がいい。どう、たまらん、懐かしい。ここ直した方がいいよってところある。改善点、改善点。何でね、100億点、100億点満点から。いや、マジでこれうまいもんな。やばい、うめ。あ、ピーちゃんアスパラ食べたいって言ってたやろ。うん、うまい。アスパラおる。完璧や。え、完璧やん。すごい。俺マジでできるねん。お前なんか関係ない。マジで。もう関係あらへん。関係あるって。知らなかったよ、アスパラ入ってんの。あ、知ってたし。なんか雑誌とかでさ、ジュニアの頃を振り返っていかがですかって言われたけどさ、その振り返る量が多すぎて、どっから振り返ったらいいんかわからんくない。あ、わかるの。うん。どこ？ターニングポイント。一つ目。ゆうまくん。あーね、うん、星座は絶対ユーマーソロコンやな。いや、もう俺は間違いない。だって俺らもあの時めっちゃ久しぶりに星座だったもんね、うん、で、俺らは7人、うん、まあ、受かって、でも、ユーマのバックに7やからセンターかぶるよなっていうので、俺らもどうすんねやろうみたいな、うん、逆に俺らが誰か1人減るんや思ってた。ああ、うん、7から6にね。そうと思ったら、蓋開けたら末澤みたいな。おおってなったもんな。おおって、それはマジでターニングポイントやな、うん、あれ選ばれてなかったらもうやめてたな、俺は。何してたの？服、アパレル。ああ、うん、みーちゃんもやめるやめへんあったやん。あったな、ほんま。もう決めて、事務所にも言ったんでって言って連絡してたから、うん、全員に事後報告やったもんな、マジで。俺もあっこでそのままストレートに行ってたらやめてたからな。なんか俺 USJ でリチャがなんか電話するときになんか一緒もらんかった。おったな、おった気する。誰に？なんか会社の人やんな。そうに、まだ入ってへんくて USJ に、うん、あの駅の近くにおって、うん、でなんかちょっと離れた人、あんまりこう騒がしくないとこ行って、なんかで会社の人電話かけてみたいなやつだな。戻ります。戻りますの連絡をするとき。戻ります言うて何つってた？なんか、その時誰に報告したのか分からんけど。すぐ OK なのか、ちょっと一旦待ってたのか。いや、OK やったよ。続けるんやったらよかったやんってなって、戻っといでってなったから、うん、大丈夫でしたっつって。よかった言うて、うん。で、そのユニバ。うん、お前これ無理です言われた時のユニバ地獄やぞ。帰ってたんやろ多分。そうやったら帰ってたかもしれない。番組たくさん呼んでもらう時さ、めっちゃアンケート多ない？おい今起きてることに対してこじつけてるものが多いから。おい、最近デビューしたもの。あー、うん、なんていうの。俺ないで、俺ないですおい、え、むずない？そんな、そんなないやん日常でさ。そんなデビューする、あ、最近あれデビューしたのみたいなないやん。何でもいける。自分デビューしたのある？最近だって、最近デビューしたこと、最近デビューしたこと、うん、家庭菜園やってんの？やってるお前、最近できた特技
最近できた特技は、あの好きなあの五十音言ってもらったら、その言葉から始まるあの野球関連のワード言えます。なるほど、じゃあわわわーおホームラン。そういうタイプのピン芸人さん割と多いの。パワープレイヤー何でもいけます、五十音だったら。ねね、ネオ選手ナイスストライク。ぬぬヌートバー。うん、これはボール。でも野球関連は全部いける。野球関連できる。そう、これだけは負けないぞっていうものは、はい、いくつかあるんですけども、僕がこれだけは負けないなっていうのは、あの好きな五条を言われたらその言葉から始まるキュンキュンデリフ言えます。うすご、じゃあささあ俺の胸元に来いよ。じゃあほほほーら俺ばっか見てんじゃねえぞ。いやいやいや、僕の名前はジョ。全部リキュン関係あらへん。何がいや、僕リチャード見たんすよ。じゃあ、いけんのこれ。俺このスピードで言えてる。いかにすごいか、いかにすごいか。いくで、リチャード。リチャード、こうカメラ見せてやって。いくで、せーの、ま。まだだよ。それでまあ昨日やったよ。もうそれやもんない。花壇経由してからのまだだよやったね。まだだよ。くむずいかも。ララキョみたいだね。嬉しないやろ。誰が嬉しいね。最低。なえななん何見てんだよ。エロ上司や。セクハラギリギリのエロ上司。何見てんだよ。じゃあ、そそそれ俺のことばっか見ちゃうよね。じゃあ、け結婚しよう。早っ。ララッキョみたいな。なんでラッキョになるの。ちゃうやん、さっきなんつったっけ。ラッキョ、ラッキョ、ラッキョやろ。ラッキョが頭に残ってんねんって。ラッキョ。それは無理やろ。あ、来た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 。ちゃんとデザート来てるわ。はい。わー、ティラミスもそう。ガトーショコラです。ございます。来ました。ティラミスちょうどいいサイズかも。ティラミス、ありがとうございます。ティラミスです。はい、ありがとうございます。ガトーショコラです。めっちゃ美味しそうやん。そして、うん、あ、ちょっとかけてもらっていいですか。アフォガード、はい、アフォガードです。エスプレッソも来ます。あ、もう一番いや。はい、もう終わり。はい、もう終わり。いただきます。うまっ。うまいわ。あ、うまっ。めっちゃうまい。いただきます。いただきます。アフォガード。あ、ティラミスめっちゃうまいね。アフォガードめっちゃうまい。食べる。アフォ全員でマウント取り合う。いや、ティラミスめっちゃうまいからって。ムカトショコラもバレうまい。いや、でもティラミスが一番うまい。さ、さあ、俺の胸元に来いよ。確かに、さあとかはさあ、さあできるもんな、うん、そう使いやすい。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしかった。うまかったなぁ。赤の皆さん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまに普段の YouTube より素に近い、うん、いやもうだいぶ緩いと思う。もう最後の最後とかもほんまもう死にせんだもん。ちょっと素で笑いすぎてるから。もう俺とリチャードもうここで過呼吸になるかもしれない。まあでも今回のこの YouTube はですよ、お二人をこうねデビューしておもてなしするということで、はい、まず車乗ってプレゼント渡しましたね、はい、これね、はい、帽子、帽子を渡しまして、もうそれはもうプレゼントですけども、まあちょっとしたプレゼントです。それはほう本当のプレゼントがあるんですよ。え、本当のプレゼントがあるんですよ。本当のプレゼントがあるんですよ。これが本命です。何ですか。これが本命のプレゼントです。もう十分、十分ですけど。これリチャです。ほう、これがセーザーです。え、何？開けてください。なんだ、めっちゃ、なんかめちゃくちゃやってくれるやん。至れり尽くせりな。だから言ったじゃないですか。マジで？なんかすごい。え、すごい、なんか開けてもらって。ここ？はい。え？え？ちょっと待って、すごない？ちょっと見ていいですか？見せてもらっていいですか？時計。時計です。え、これおそろいじゃないの？つけてなかった？あ、気づいた？つけてたよな。そう。で、これ秒針がですね、うん、
セーザーは赤、そうで、リチャが黄色、すごっ、はい、で、このベルトが僕の面から青です。すげえ、どうですか、そうです、しかもあ、はい、いや、嬉しいんやけど、はい、めちゃくちゃ嬉しいんやけど、はい、あの、チーム六甲さんって書いてる、ちょっと鬼ダサい。で言うと、マヤさん。こっから間違えてるんだ。こっから。それで言うと。はい。で、ちなみにちょっと裏にですね、メッセージさらにあるんですよ。あ、A ビギニング。あ、ビギニング。2024、5月15日って書いてる。ちょっと、え、めちゃくちゃいいやん。A ビギニング。うん。俺。最高六甲さんって書いてる。だとしてマヤさんやん、はい、だとしてもデカデカと最高六甲さんって書いてる。デカデカオーダーメイド。え、これな、今ガチジョージバラ。そうやで、やばすげえな。でもちろん俺も書いてます。お、プラスアルファ、プラスアルファ6月12日発売中です。みんなぜひ聴いてね。どこで番宣入れてきてるの。すげえな。読めます、最後、裏。裏にも Do my best。 はい、何カッコつけてんの。しかも筆記体でなんかカッコよく Do my best って言ってたのに、なんかそう、なんかカッコいいな。ほんまや、いや俺完全に最高6個歳。俺この YouTube マジで総額えげつない。そうやな、いやマジで、ほんまに。見てください、え、いいやん、いいね。あ、でここもリチャはシルバーで俺ゴールドで、そう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 、ブラックで、俺ブラック、いいやん、ぜひつけてください。嬉しい。チーム六甲さん、これで GTR 旅行会社のツアーが今日終わりということで。ジョイチロートラブルレンタカー。トラブルレンタカーやったらそういや、ほんまやな、いや、まあ、有言実行やった、有言実行やった、ほんまにマジでトラブルやったな。見事に、見事に、見事に、年一かな、年一でやるよ、だから年一でね、もう声がもし多かったら、うん、うん、あとはもう星座がね前向きに検討してくれたのね。俺はもうさっきからずっと前向きに言うてるやん。俺なんなんなら俺年にでやろうって言ったらお前ら二人がってやったから。以上、なにわ男子藤原丈一郎と A グループ星座聖也と森田と健太でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあありがとう、こちらこそありがとう、何ありがとう、おめでとうデビュー、ありがとう。ロ、老若男女すべてを愛す男です。誰でも言えてもイイプス。ゴゴジ、6時まで一緒にいよ。何が何かな。